韓国の自動車メーカーヒョンデ、去年のグループ全体の世界販売台数はおよそ730万台で、トヨタ、フォルクスワーゲンに次ぐ世界3位のシェアを誇ります。しかし日本市場には2001年にヒュンダイ自動車の名称で参入したものの販売不振で撤退。おととし、韓国語の発音に近いヒョンデに社名を改め再び参入しました。再参入からおよそ2年半、横浜市西区に本社があるヒョンデモビリティジャパンのチョ・ウォンさん社長は、商用車市場への参入と自治体連携に意欲を示しました。参入されて初年度にいわゆる JCOT のインポーター部門で受賞したり、ジェット EV のみ、そしてダイレクトセールスとしての、販売とかマーケットシェアという面では徐々に伸びて、おととし11月に就任したチョ・ウォンさん社長は、小学生の時に3年間日本で過ごした経験があり、この日も TVK のインタビューに流暢な日本語でこれまでの手応えを語りました。バッテリー EV のアイオニック5とコナ、水素燃料電池車のネッソという排出ガスゼロの車、ゼロエミッションビークルだけを販売し、ディーラーを介さず車選びから購入までオンラインで行うという市場戦略については、ディーラーを通じて販売するという形は将来的には変わっていくと思います。相談から購入時、購入後、すべての顧客の意見が整っておりますね。毎週毎月測っておりますので、どういう車種にどういう顧客の意見があるのか、私たちはリアルタイムでそれを測ることができます。顧客の不満とか励ましの言葉にすなわち対応できるという、こういう体制は多分今自動車業界ではヒョンデが唯一ではないかと思っております。しかし、日本自動車輸入組合の発表によると、昨年度のヒョンデの新規登録台数は578台、今年1月から8月の累計台数は428台で、前の年の同じ時期と比べおよそ 1.6 倍に増えたものの、ヒョンデが誇る世界3位のシェアと比べれば、日本市場への浸透はまだ道半ばです。こうした中、ヒョンデはおととし、日本法人の本社があるみなとみらいと都心を結ぶ利便性の高い場所として、横浜市港北区に国内初の直営拠点を開設。ヒョンデカスタマーエクスペリエンスセンター横浜は、整備工場やショールームが設けられ、購入の相談や試乗体験ができるなど、ブランドの魅力を発信しています。顧客との接点をどこで作ればいいというところでは、やっぱりただのショールーム、車の展示とか販売じゃなくて、アフターサービスとか、またカスタマーラウンジとか、中古の販売、高速充電、いろんなところがワンスポットでできるというところで、この場所を選んだというその背景になります。この日、私もアイオニック 5N を体験試乗しました。この車は、走る喜びを日常から感じられるように開発されたアイオニック5の高性能版です。最高出力650馬力を誇るパワーに加え、本来 EV にはないエンジンの音やシフトチェンジの振動が再現されています。このブンっていう音がまたたまらないですね。この車好きの何でしょう、感性をくすぐるような、性能だったり、装備だったりっていうのがもうたくさんついてるっていうのがこの車の特徴ですね。アイオニック 5N には新たな市場開拓が期待されています。日本の EV 構成の市場、そしてその、いわゆるコミュニティ、レース、いろんなところでの参入を通じて、一緒にその市場とか顧客の楽しさを作っていくつもりでございます。さらにヒョンデは12月末から EV バスを日本で販売する予定で、商用車の市場にも進出します。このバスは1回の充電で
航続距離233キロと一般的な路線バスの運行距離をカバーできるほか、充電時間は最短51分で待機時間の削減をできるとしており、すでに導入を決めている事業者もあります。幸いに日本が誇る屋久島でその弊社の EV バスを第1号車として導入することが決定されまして、すごく遡りが多いところなんですけれども、弊社の EV で実証したところ、全然本当に嫌かもない、すごい穏やかな乗り心地で、現地の方々からすごい満足度がありまして、購入につながったところですから。一方、本社がある横浜市では先月、電気自動車のコナ1台を3年間無償貸与することになり、市から感謝状が贈呈されました。贈呈式では平原俊秀副市長が、2030年度までに公用車1400台をすべて次世代自動車に切り替える取り組みに向けて大きな弾みとなるなどと期待の言葉を述べました。今回のそのコナの貸し出し以外でも、いろんな車種をまた入れたいし、防災災害時に電力 EV の電力を使っていろんな自治体に貢献できる形での提携も私考えております。なので、横浜市とはいろんな形での今後の提携を望んでおります。今話を進めております。こんな風にカーライフを送ってほしいとか、こんな風に製品を楽しんでほしい、魅力を感じてほしいなんていうメッセージがありました。はい、お願いします。日本の方々の生活がもっと便利になって、安心を持って楽しく過ごせることにヒョンデが貢献できたらいいなという、そういう考えでございます。アイオニック 5N はレースカーみたいでかっこよかったですね。そうでしょ。乗ってみていかがでしたか。これがですね、エンジン音の再現だけではなくて、いろいろな機能があって、ロングドライブも楽しいだろうなと想像しました。高性能 EV だけありまして、およそ850万円という高級車ではありますが、取材した横浜市港北区の直営施設では、比較的求めやすい車種の認定中古車も展示されていました。また張恩さん社長は、ライバルひしめく電気自動車業界について、一社ではできなくても共に連携を図り、業界全体の成長を促すことが重要だと話していたことも印象に残りました。